皆さんこんにちは、杉下ひとみです。今日は恋愛の話します、質問いただきました。好きな人が自分よりも立場が上の人で住んでる環境が違うような一般な人が好きになってはいけない人に本気で恋してしまいました。片思いして2年目です。そもそもこういう恋は叶わないものでしょうか。諦めるべきですか、という質問いただきました。すごいドラマみたい。あーすごい。恋の話とかさ、ほぼしたことないよね。どうしますか、あやさんだったらどうする。でも接点があるってことは好きになっちゃいけないわけじゃないような。いや、叶わないものでしょうかっていうか、叶わないとか思わないよね別にね。うん、多分だけど、うん、本当にお付き合いしたいんだったら、叶わないとか身分が違うっていうことを、うん、要は超えていきたいっていうところに行くと思うの。で、もしかして恋あるあるパターンだけど、身分が違う人に恋をしていることに恋をしているっていう可能性はあるじゃん。ほう。だから要はそれで2年間やってるっていうことは、その環境とその状況とその片思いに恋をしていて、もうこの片思いドラマを崩したくないっていう、崩したくないんだけどでも崩したいのよ。うん、叶えたいけど叶えたくない、うん、好きだけど叶ったら叶ったで怖い、うん、っていうか一歩踏み出すのも怖いっていうことがやりたいこと、うん、なんじゃないかなって思ったりする。ちょっとでも分かんない、お話してないし文字文章しか読んでないけど、うん、なんかそういう種類の恋なのか、本当にお付き合いしたくて人生のパートナーとしてなんていうか歩んでいきたいって思っているのかどうかっていうところに、自分で見分けられるといい気はする、うん、ちょっと気が楽になるんじゃないかなと思って。なんか恋しているこの状況に一歩も本当は実は進めたくない、うん、では思ってるわけじゃないんだけど、進められるなら進めたいんだけど、進めるのは怖いって思ってることがやりたいこと、うん、なんだったら成功してるじゃん今。うん、確かに。でもやだ、こうなんか嫌われそうなんだけど、人は 100% やりたいことやってるんですよ、うん、そういう意味で、うん、変わりたいけど変わりたくないって言ってることがやりたいこととか、うん、お金稼げないけど、お金は稼げてないけど才能があるっていう状況がやりたいこととか、うん、言うてそういうこといろいろあると思うのですが、なので恋の全貌を一回明らかにしてから恋をするとちょっと気持ちが楽になるのではないかしらと思います。意味わかる。要は恋、あ、私はもうここから一歩も進める気が実はない、うん、ってことが分かると、なんかそれが分かった上でずっと片思いさせてあげてもいいし、うん、なんかその構造がちょっと分かると、もしかして本当は進めたくて飽き飽きしてる自分に出会うかもしれないし、それ一歩いけるかもしれないし、うん、あ、もうこういうところから次にやめて、もっとなんだろう、本当に心を通い合わせられる人と付き合いたいとか、うん、愛してくれる人と付き合ってみたいとか、なんか次の展開に行くかもしれないから、うん、で私はそういうなんか分かってて やらないとか、うん、この状況、そういうことが悪いって全く思わないタイプなのね、うん、でも私が同じ立場にいたとしたら、うん、いたとして、でもし例えばそれが本当は片思いしたいってことがしたいとすれば、うん、すればもうその私に全力投球するってことを分かってて片思いしています、うん、でも本当は実は一歩も近づきたくない、うん、近づきたいけど近づきたくないってことがやりたいんだったら、もうそれでこうちょっと近づいて、あ、無理無理無理とか言ってるのを楽しむっていうことを許せる。なんか、あ、寝るしたとか、ちょっとこっち見てくれたとか、うんうん、ドキドキみたいなのを全力で楽しみに行くって、身分が違うっていうか、そうやって自分のこと下げ続けなくてもいいのかなとは思うよね。ああ確かにね、うん、そっち近づいていけばっていうか、まあ多分もしかしてね、うん、おいくつか分かんないから
例えばだけどなんか10代とかで、うん、なんか40代ぐらいのすごいこうなんか人とかなんでのもうね、経済的な余裕もあって社会的な基盤があってとかだったらちょっと遠いなって思うかもしれないんだけど、うん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 、でもなんか私だったら その人のこと私だったらね私だがもしなんだろうもうちょっと貴族みたいな人とかに恋して、うん、いやもうちょっと身分が違いすぎますみたいな、うん、なんでポルシェでそこ行くんだろうみたいなポルシェでコンビニ行くのみたいなわざわざわかんないけどなんかそういう感じだとしたら、うん、あそこ行けるってことだなって思うかも、うん、そこまで自分拡大できるんだなって思うかも、あ思うし、うん、一緒に未来がそっちのもっともっと面白い未来を一緒に見れる相手かもって思えるから、うん、そういう人に出会えたらめちゃくちゃ嬉しいし求めてます本当に、うん、なんかやっぱ自分一人で行けるよりやっぱりさ仲間がいた方が遠くまで行けるじゃない、うんうん、それがやっぱあの人生の伴侶だったりパートナーだったり彼氏だったりするとさ、うん、すごく本当にもっと早いと思うから、うん、だから身分違いの恋をしたらもうめちゃくちゃ嬉しい、もう私はそこに行きます、ちょっとつもちんでそこに行くぜ俺もそこ行くって言ってって言ってやっぱエネルギーバランスが合わないと多分お付き合いってなかなかね多分バランス、うんまあ、そのバランスも本当にそのカップルによると思うんだけど、うん、あると思うから、私だったらそっちに行けるってことだよって言われてると思って、うん、こうなんか拡大成長していきます、その人に合わせるっていうか後ろ姿見せてくれてるなと思って、えめっちゃ楽しい、むしろなんか恋愛すごい楽しい気がするねえ、うん、楽しいよね、うんうん、やっぱ相手に合わせるからね、うん、いいんじゃないですか、背伸びの声とかも、あ素敵ね、素敵、うん、ということで片思いして2年目、はい、叶わないというものなのかそもそも叶えたいかっていうところはお聞きしたいかなと思います、またヤギ座みたいに叶えたいんだったらそうだね、うん、ちょっと自分の本音のところを明らかにしつつ、まあ私だったらそっちのそっちの世界に行くぜっていう感じです。はい、はい、以上ありがとうございました。はい、参考になってるのか、何なのか全然わかんないけど、質問してくれてありがとう。またねー。